花井龍馬さん、等身大の自分って何なんでしょうね。正直に自分を表現することって、まあなかなかね難しいんですよね。人っていうのは時に背伸びをしてみたりね、時にはおじけづいたりとかして、なかなか本来の自分と表現している自分が一致しなかったりするんですよ。この誤差があるんですよね。でもその誤差の範囲も正直で誠実なんではないかなと思います。まあ恐れればやっぱりね、勢いが弱まったり、気合を入れすぎて肩に力が入ったりとか、やっぱりね本来じゃない自分が見えてしまうものも、その誤差もね自分自身だと思うんですよ。時にはカッコつけたり見栄を張ったりする自分も、正直に見栄を張りたいと思った結果だと思いますしね。で、金持ちのふりをしても、お金がない人はお金持ちのふりってあんまりできないんですよ。できたとしても1日とかね、それからできたとしてもちょっと不自然だったりね、全部だから正直に出るんじゃないですかね、そういうところも。まあ、ですんで10代20代の頃に目いっぱい背伸びをして、自分はこういう風になりたいんだ、こういう風に見られたいんだっていう風に表現する素直な自分の姿が、それはそれで見えてるんだと思うんですよ。そして年齢を追うに従って、自分の本来表現したいものと本来の自分っていうのが、まあ、ほぼ一致してくるんですよね。で、そうなってくると、より高い、より深い自信を持って全てのことに当たれますし、敗北をしっかりと受け止めることができるんですよ。そして恥をしっかりとしてね、自分の恥と学びとして、まあ悔いることなく、それも受け入れることができるということになると思います。まあ、考えてみれば、恥をかかずに生きていくことは非常に難しいんですよね。だから恥ずかしいことが多い人生って、それだけ本気で生きてきた証だと思うんですよ。で、その恥ずかしさを逃げようと思って茶化してみたりとかね、にやついてごまかしたりとかする、まあそういうふうな自分の弱さも込みで自分なんでしょうけども、私は敗北したことをねしっかりと受け止めて、恥ずかしかったことをしっかりと受け止めて、できなかった自分にきちんと向き合うことによってね、自分ってものを確かめてるかなと思います。だってもともと万能であるわけないんだから、全部を取り繕う必要ないんですよね。で、たまにどうしても負けられない勝負があるんですよ。どうしても見栄を張らないといけないところ、どうしても意地を張らないといけないところ、そこは目いっぱい張らせてもらいますけども、通常はですね、勝敗とか関係ないところにいますんで、そういう時はやっぱり勝ちを譲ってあげるとかね、手を抜くわけではないんだけども、勝敗にこだわらずに取り組んでみるとかね、そういったことができるんじゃないかなと思います。そしてね、48になってくると、できれば自分以外の人には有利になってほしい、いわゆる敵に塩を送るってやつですか。どんどん塩を送ればいいと思うんですよ。で、9対1ぐらいで五分五分だっていう風なね、もちろん9は自分ではないですよ。相手の9と自分の1、それで五分五分。まあ考えてみたら、人生が私ね、いろんな場面で有利だったことはないんですよ。どれも不利だったし、どれも恵まれなかったし、どれもねついてなかったと思うんですよ。まあそういう風にね、運や月を当てにするようでは最初から勝負になってませんから、まあ不利がなんだって話ですよね。不利でも有利でも関係ないと、目の前にある壁に全力で立ち向かっていくだけだということかなと思います。まあなんともね、要点を得ないような話になってしまいましたけども、もう一回正直と見栄ってものに立ち返るとすると、背伸びをして大きく見せるのも、しょんぼりして本来自分にはないような弱いところを見せるのも、全部正直な自分なんじゃないかなと思うんですよね。本日は以上です。